赤信号は必ず停車しなければならない。丸か×か、どちらでしょうか。だからこれはもう二択ですからね。まだただ理由も添えて、丸か×か。赤信号は必ず停車しなければならない。丸か×かを理由も添えて教えてください。はい。どうぞ。あんさん早いね、いつもね。木村さんも西田さんもよかったら答えてみてください。赤信号は必ず停車しなければならない。丸か×か教えてください。ちょっとまた僕準備しますね。青柳さんと小池さんもいけた。はい。他は？はい、竹中さんもいけました。で、これね、もう答えとしては丸なのか×なのかどっちかしかないので、だからあとは理由ですよね。理由をどうするかですけど。いいですよ。中村さん、大丈夫、大丈夫。時間たっぷり取るんで、大丈夫ですよ。はい。だからあれじゃない、周りのみんな、ほら、支援員もね、みんな助け合いなんですから、答えをそのままダイレクトに言うんじゃなくて、なんか中村さんに分かるようなヒントをあげるとかいうのもあるよね。でも合ってるかどうか分かんない。いや、それは分からへんけど、分からへんけど、私の思うのはこうですよ、みたいな。いや、もうどっちか、じゃあ中村さん、またいいよ、勘です。もう最終勘ですね。勘です、大丈夫。靴下さん、こんにちは。そうです、靴下さんという方、初めて。はい、ありがとうございます。はい。中村さん、どっち書いて。バツです。書いた書いて。はい、じゃあまた、同じように、小池さんからいきましょう。はい、小池さん、丸かバツか、理由も教えてください。バツ。バツ、理由はこれ、どっちかなって迷ってるんですけど、はい。車じゃなかったら停車しないし、っていう。でも停車って言うねんからな。歩く人停車じゃないかなとか。歩く人とかね。ああ、なるほど、なるほど。まあまあ、そういう理由ですよと。はい。じゃあ次、竹中さん。丸か×か。バツにしました。バツ、はい、理由は。あんまり分かんなかったそれあれですけど、なんかね、赤の点滅信号とかあるからあ、なるほどね、赤の点滅信号ね、あ、なるほど、思いました。なるほど、はい。じゃあ次、はい、中村さん、バツの理由。勘です。勘、いいですね、いいですね、はい、いいですね。はい、じゃあ青柳さん、バツ、理由は。自分がまっすぐ進むときはもちろん必ず停車だと思うんですけど、パッて横向いて自分が青やったとして、もう右向いたら赤やったら別に停車しなくても来るかなと思って。そんなやつが本当危なって知らないわ、もう怖いわ。全部が赤やったらそれは全部停車なんでしょうけど、でも絶対に赤のときってどっかが青だと思うので、必ず停車しないといけないかって言ったら、見る方向によっては違うんじゃないかなと思います。いや、面白い、ね。皆さんそれぞれ面白い理由なんですけど、一応用意した理由はまた違うんですけど、でもこれね、よくあるのは、試験問題とか、ね、特に免許のとこ、これ信号とかなんとかで、免許の問題も出てくる、必ずとかっていうのは、まあ、ほぼ引っ掛けで、やっぱ例外があるから必ずって聞くんですよっていうのもちょっと言いたかったんですね。で、まあ、一応答えとしてはですね、これ見えますか？緊急車両は、いいよねっていうことの、まあ、例外のあるよ。まあ、でもそれぞれね、まあ、ちょっといろんなへりくつも言ってましたけど、どうですかね。今の、だから僕は緊急車両もこれ絶対でしょ。赤でもいけるよねっていうことですけど、それ以外の理由どう？小池さんのなんか、人は止まると停車じゃないとか、竹中さんのやったっけ？赤の点滅。まあ、中村さん、勘として、私もないと、横が赤や。まあ、それはどうなる？だからちょっと、誰もジャッジしてくれる人が悪いか。まあ、これはいいんじゃないですか。もう全員じゃ正解で。はい。全員ポイント、3ポイントです。そう。